あの川崎球場の時、武士さん投げてたじゃないですか、うん、あの時は、何歳ぐらいだったんですか。30、いやいや、川崎球場の時は26とか、まあ、26か、あのすぐでしたっけ、うん、26、27、20、あの試合すごかったですね。10点なんぼ、あ、10点、ね、あれは、あの時正直僕らライオンズは、僕もその時一軍の登録されてたんで、うん、アストロビジョンでしかやんなくなっちゃってて、うん、あのこうテレビがニュースのニュースステーションかなんかなんですよね、うん、それ見てて、もう近鉄に、みんな近鉄で固くしたくなってたんですもんね、うん、で正直うちさん誰か打たれなかったんですか。打たれた、ナシさんかなんかじゃなくて、そう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 、で最後の打席やった、もう俺が抑えたら、はい、もう最後の打席、現役かなんかもう最後だったんですよね。そう、ナシさんやめるって言って、でベンチ見ても経営のサインじゃなかったから、はい、何も出てないし、でここで俺何するべきなんかなみたいな、はい、で一生懸命最後の打席勝負して、はい、で抑えたらもう納得してもらえるし、はい、打たれたらって言って、はい、その、まあ、打たれたで、はい、まあ、その当時のロッテは試合前に勝ちゃ近鉄ファンに恨まれて、はい、そ、負けりゃ西武ファンに恨まれて、確かに俺たちは何をすればいいんだってロッカーで、あー、だから苦しかったんですね。そう、だから一生懸命野球するしかないんじゃないかみたいな、はい、で最後の打席って言って勝負して、はい、でそれも今まで何回も対戦してるか分かってんじゃん、うん、そうですね、でシュートを投げた、はい、でガシャって詰まった、はい、よしって思ったらポテンとした、ヒットだったでしたっけ。そう、センター前ポテン、はー、うん、でその当時センター守ってたのが内野手で、振った瞬間ちょっと一歩下がって間に合わなかった、取れるっちゃ取れただけだったんですね。あ、まあ、ギリギリね、どうかなみたいな、はい、で第2試合が始まる、はい、なって、はい、でロッテの営業が放映権入ってきましたって言ってありがとうございますって言って、それ半ボールにくれよみたいなそうっすか。でもあの試合も、でも牛さん、そういうドラマチックなとこバンタビなんかいる感じありますね。 そうだな、だからなんかこう絶対こうしなきゃっていうのがあんまり俺のとこなくて、うん、で一回オールスターでもあんねんけど、うん、オールスターでも延長12回で代打ミスがやったの、はい、でこれ引き分けておもろいかみたいな、はい、こうやってここ顔見ながらさ、はい、真っすぐ真ん中カーンって投げた、はい、でカツーンって打って、はい、で向こう勝ったのよ、はい、で MVP よ、ヤホ長じゃないよ投げてね、はい、でこれ、ね、打たれたら、でそれでアウトになったらそれしゃあないかみたいな、はい、って思って投げたら見事に打ち返して、はい、でその日か翌日かなんかで焼肉屋で一緒になって、僕おごりますって言って100万もらって200万からもらいます。そうそう、見てる方としたらさ、一応12回でオールスター見せられてさ、引き分けで終わるんだと思うから面白くないですよね、だからもういつも思ってた、ハーフスイングで、はい、あの試合ゲームセットだけしてほしくないと審判に思ってた、言ってた、ちらけて終わりますもんね。 それだけやめてくれって、だからどっちかしたいですよね。そうで、それが一番面白ないんじゃない、見てる方としては。結構だから見てる方の側なんて考えてたな、まあ、ずっと牛さんのイメージと全く違う人生実は歩まれてて、うん、でその度牛さんはこう前向きに捉えるんですね。そうだな、正直、まあ、強いチームだけど、あのやっぱりあの頃こそ僕らパリーグはイースタンリーグで当たっても巨人ぶっ倒せみたいな、うん、来るぜって試合に行く、うん、だそのセリーグ行ってみたらこれはすごいわと、うん、名古屋球場の中日戦から、うん、あんなとこで投げてた人が、川崎は本当人数僕数えたっすから そうですか、あれ100人入ってないぞっていう、うん、西武戦でですよ、うん、人気のチームが来てても、うん、それはやっぱり気持ち的には普通落ち込むんですね、僕なんかあったら。だからあのピッチャー誰々に変わりまして牛島、はあ、って言われた名古屋球場だとうわーってなるじゃん、はあ、あれの時に興奮状態作れるわけよ。うん、そうですね、うん、で興奮状態作れるからあのクッってなっていけるわけよ、はあ、あのロッテ行った時にそれがないじゃん、はあ、って残念ながらですね。でどうやったらその状態作れるかとかっていろいろこうやって、その状態作らないとやっぱりあのマウンド行くのに苦しいとかあったん で、うん、であのアドレナリンでしょ、そうそう出てこないですもんね、うん、だからああって思っていろいろ自分の内にこう設計して考えてとか、うん、でだんだんあの名古屋思い出しながらとか、うん、であのみんなパリーグの選手知ってんだよな、だからピンチで、うん、そうそう、あの
1点10回かなんか1点取って、はい、で次村田さん投げててで、はい、次ピンチノーアウト満塁、はい、かなんかで俺が告げられて、はい、でマウンドで待ってるから、はい、なんで待ってんだろうと思ったら、うん、でボール渡して分かってるよなって言って抑えろどうぞプレッシャーかけるあったでしょこの場面作ったのって思ってでもそれで興奮させたいから任せててください自分でね興奮状態作るために任せててくださいって言ってあって返して俺ら消しますよみたいなこの火をっていうそうそうでそれでカーッと持っていったりとかいろんなことしてたそういや僕本当感じたのはまあジャイアンツで現役僕も辞めてでライオンズのコーチまで13年ぐらいユニフォーム着ないでいて、うん鍋ちゃんで誘われてコーチになりました、うんうん、で、まあ、開幕戦とかはどのカードも、まあ、背もパンも関係なくうわー来るじゃないですか、うん、でも何試合か経っちゃうと、うん、西武球場のナイターなんかもう人入ってないですよね、うん、まあねだから試合中こう選手に君らこれオープン戦じゃないぞってこう言わなきゃいけない、うん、セリーグでも経験した人から見りゃ、うん、これみんななんかアドレナリンとしてくらっていけんのかなっていう状態の最たるもんがあの頃の川崎でしたもんね。そうだね、うん、だから5時半ごろに営業の人に買い物してるんですかってこれジョークよこれ、まあ、そうですよねで言ったりとかしてた、うん、でもフッサン入ったユニフォームもこうまた変わってって、うんうん、あの頃からロッテの人気がうわー来たっすもんねそうやな俺が辞めた後かな、うん俺はもうピンクのラインのとかやけど、はい、その後にストライプのユニフォームストライプのですね、うん、あれででちょっと応援団と協力して、ねはい、すごいいい応援になったっすねそうサッカーとなんか、でそれで客入るようになってきて、うん、でだん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 、うん、こうやって なってきたんでよかったなと思いながらもうどうやったら客入んねやろうと思ってたもんねああ、うん、そうですよね、うん、あれあの頃のどんなスターが行ってもなかなか落ち着かなかったっす、ね、場所も悪かったっすもんね、うん、川崎そう品川からもずっと下に下に行って川崎球場競輪場横やから、うん土日のデーゲームになったらおっさんが新聞持って鉛筆赤鉛筆こう持ってでジャーンになるとこの隙間からゴール見えんのよでおっさんジャーンになったらこうやって行ってこうやって隙間からこうゴール見て楽しんでんなこのおっちゃんだからほんと外野でアベックがチューしてたりそうそう丸見えですからねあれなんか下手したらバーベキューでもやりだすんじゃないかマージャン、バレーボール、ドラマの撮影、チューとかいろいろいっぱいあったねいっぱいありましたね、関西劇場で、あれ、ロッテは何年ぐらいやられたんですかね結局7年、肩壊したから最初の3年だけで、まあちゃんとできて25セーブずつぐらいで12勝してって言ってそれ肩壊してで、治療しながら、はい、で、まあ復帰しようと思ったけど、はい、まあ肩壊しなんとか復帰できたけど今度は血行障害みたいなまたなって、はい、でもこれもう無理かなと思ってもう相手と勝負する前に自分の体と勝負してるのがねじゃ無理やなと思ってで自分の中じゃ2桁と20セーブ以上できないと、はい、俺もやめようと思って仕事できた感じがなくなっちゃってたんですね、うんうん、数字が、うん、って思ってたから、うん、なんか稲尾さんかなんかに2アウト満塁今で3-2になった時、うん